これシンプルに展示だけ見て、展示の様子だけ見て236。スタート展示と同様、本番レースも5号艇赤岩が動いていきますが、236。その本番では3号艇深谷がその動き、ね、ウロッとする構えとなっています。ブヒブヒ。スリー場は第2レース予選競争です。1号艇佐藤龍太郎に。スタートしました。スローの4艇が揃ったスタート。スタート後わずかに2号3コース、2号艇3号艇覗いていますが、まずは先前1号艇佐藤に引いていく。2号艇馬場内側から5号艇5が来た。2番出し向こう上部に入ります。セレレースは2周目に入っています。21番9先頭は2号艇馬場2番手、競りかける5号艇赤岩ですが、白く1号艇佐藤がここは2番キープ。そこで待ってレースは2周にマーク。上位2艇は2番1番3番手3号艇深谷に振り返し振りに北陸元5号艇アクリ体系1番、3番体制です。4号艇、5号艇、並走、最後方、6号艇、ラストコーナーから本川です。当番、2号艇、馬場、2番手、1号艇、佐藤、そして3番手からは3号艇、深谷となっています。ホームに帰って上位体系は2番、1番、3番、先頭2番、馬場、ゴリ、2着1番、佐藤、3着3番、深谷、ゴリ。これはね、絶対153、513、本当は離れ、松井さんも入れたいんだけどね、本人のコメントが良くないって言ってるから。ほら、3が来た。あーうわー1だ。ほら、一気降参した。これつくんじゃない？うわ！これ1000円買っとったら、くら？うわぁ、こういうのを撮りたいね。今回は136、613、ウリーさんに来てほしい。浜野谷選手はね、昨日もだったのかな、なんか体重が54キロもあったから、もうちょっと体重絞ってほしかったな。
ということで切り捨てます。フリオさん、フリオさん、3の頭を買ってない。うわ、ウリュウさんがダメだったか。3号艇展示がよく見えたんだよね。本番レースインコースには赤いカポック、地元3号艇森高一馬が構えました。第9レース準優勝戦、内から3番、1番、2番、ラッシュ5番、4番、6番です。スタートしました。インコース、2コース、3号艇森高、そして1号艇ミネガコースと1周の内マーク、2コースが出ていく1号艇ミネですが、それでも先前は3号艇森高、内がスマッとついた5号艇、さらには6号艇ババとなった。ホブガーです。先頭は6号艇ババ、2番手からは2号艇石野、そして3番手は5号艇宮地がわずかに優勢か。まもなくゴールとなります。先頭6番ババゴーリン、2着2番。炸裂ということになりました。そしてこの夏新たな栄冠